クリスマスは、日本の競争馬。馬名の由来は、クリスマス。主な勝倉は2013年の箱館2歳ステークス。6月30日の箱館競馬場、芝1200メートルの2歳新馬戦でデビュー。スタートよく、先頭に立ちそのままレースを引っ張ると、直線では手綱を持ったまま後続をさらに引き離す。強さを見せ、2着に七馬審査をつける2歳。 コースレコードで圧勝した。7月21日の函館二歳ステークスでは、前走の結果を受け、2.1倍の一番人気に押された。外枠からスタートよく、飛び出した後は、若干かかり気味の様子を見せながらも、先頭を見る、形の二番手でレースを進め、直線に入り一気に先頭に踊り出ると後続に二馬審差をつけ、レースレコードでに連勝を飾った。レース後は、 吉沢ステーブル、浦川本場に放牧に出され、3ヶ月の休みを経て、呉れの阪神ジュベナイルフィリーズを見据え、11月2日のアルテミスステークスに出走した。前走から400メートルの距離延長、休み明け、初めての当日輸送といくつもの不安要素が、ささやかれながらも、全2走の内容が評価され、2.8倍の一番人気に押された。レースはスタートよく飛び出すと、 道中3.4番手で折り合い、直線に向いて追い出しにかかったが思ったほど伸びず、最後は後続からも刺され7着に終わった。本番の阪神ジュベナイルフィリーズに向けて、直前の長距離輸送による馬体への影響を避けるため、前月から立党に入球して調整を続けた。前走の敗戦により大きく、人気を落として7番人気で出走した阪神ジュベナイルフィリーズでは、これまでとは、 打って変わって後方からレースを進め、直線を向いても、まだ後方から2番手に位置していたが、そこからメンバー最速体となる上がり3ハロン33秒6の足で猛然と追い込み、先頭3頭には届かなかったものの0.2秒差の4着に食い込んだ。3歳クラシック戦に向けて賞金面での不安がなく、様々な可能性を試すため年明け当初は、 弥生賞出走も視野に入れていたが、最終的にフラワーカップを3歳シーズンの指導戦に選んだ。まずまずのスタートから前走と同じように道中後方を2番手でレースを進め、4コーナー付近から徐々に進出を開始し直線での追い込みにかけたが、坂上付近で伸びが止まり、上がり3ハロンはメンバー最速だったものの7着に敗れた。その後、 オークスは12着を挟んで、6月の函館スプリントステークスでは3着と、構想する。8月の UHB 賞では15着と大敗した。休養中に、条件場に降格し、2015年12月のとば、特別で復帰。レースでは、ババの内側を割って抜け出して、久々の勝利を挙げる。2016年に入り、サンライズステークス2着。 船橋ステークスは3着と惜しいレースが続いた。7月の t v a 一杯で4勝目を挙げる。8月の UHB 賞では、好位、11月の K 半杯は10着と惨敗する。年明けのカーバンクルステークスは4着に終わるも、続くオーシャンステークスは3着と、好走した。しかし高松の宮記念は14着。休養を挟み函館スプリントステークスでも13着と、 振るわなかった。7月20日付で JRA 競争場登録を抹消され、船橋佐藤健治旧社に移籍したが、一戦したのみで10月2日付で登録を抹消された。ありがとうございます。